ザ・相槌疑問文というのを説明しましょうか。そうなんですか？本当ですか？そうした相槌ですよね。まずは A 行きましょう。I can give you a ride if you like. よかったら、あなたを車で送りますよと言われました。そうなんですか？と相槌をしましょう。Oh, can you? これで、そうですか？ That would be great. そうしてくれたらありがたいです。まあ、などなど続くわけですけれども、そうですか？というのが、Oh, can you? の部分ですね。これが相槌です。相手の発言を軽い疑問文にして聞き返してあげる。それがポイントです。I can give you a ride. I can と言われたので、Oh, can you? これで相槌が完了するわけです。そうなんですか？というわけですね。今度は B 行きましょう。I'm a bit nervous. 私はちょっと緊張しています。と相手が言うわけですね。相手は I'm と B 動詞を使って文を作っています。それを疑問文にして相手に尋ねます。Oh, are you? これで、そうなの？の完成です。この相槌疑問文というのはですね、その会話に勢いを添える非常に有効な手段なんですね。しっかりと慣れてみてください。